ニーズで遊びたいと思います。はい。なんかすごい、これと風船は？キモい人作ろう。アジサンボ男です。A です。はいです。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。今日はで遊びたいと思います。なんだよ、でってなんだよはい、ちゃんと説明してくださいよ。ウーニーズで遊びたいと思います。はい。こちらちょっと前の企画でね、買ってきたやつなんですけど、それを今日遊んでいきたいと思います。せーの、レッツタイム。ウーニーズってどんなものですか？マシンがあって、そこに風船を入れてシュッシュッシュッってやって、じゃあどんなものが入ってたか教えてください。まず風船、これやっぱゴムだね。ゴムなんだけど、ちょっと硬いグミみたいな、こんな感じ。本体パーツです。飾りです。足とか歯とか角とかもあるみたいだね。尻尾かなこれ。はい。ジョイントパーツ。なんか、うまく入れないと上手に膨らまないみたいなので、頑張ってやっていきましょう。はい。クリアドームを開け、ゲージを押し上げます。図のようにペットをセットします。ペットってこれ？平たい方をキュッキュッキュッって引っ張ってください。こう。OK。今度はドームの矢印がある方を正面にして本体に差し込みます。矢印ってどっち？カッチって回さなかったね。ゲージを押さえながら、上のピンク色のやつを押さえながら、はい、これ押さえるの？それを下げます。このまま5秒間待ちます。取ったな。じゃあゲージを上に引っ張り、手を離します。これぐらい。今度ハンドルを下に下げてくんだけど、ここの点々あるやろ、上の、うん、そこに あったら大きさが決まるの。とりあえず台を目指そう。せーの。おー、行く。見えるこれ。見える、広い。見える。どういうこと？はい、やって、はい、どんどんやって。はい、もう少し青色ですか？もうちょっと、行った？はい、行った。ロックレバーを引き上げます。押してきた。はい、回してロックを解除します。これ。あとはクリアドームを開けて膨らんだペレットをそっと取り出します。え、ベタベタしない。ここ忘れてる。できました。あ、これひっつくんだね。下の方はなんかべちゃべちゃすんね、うん、だけど真ん中は全然、真ん中は全然、ママ待って割れた。ママ待って、ママ折り合った。ほら、誰でもやりたい。いいよ、今度。あ、おしゃくなんだ。怖っ、針が出てる。いいよ。どの大きさにするの？台？このぐらいかな。まあ、それぐらいでいい。たら、どうするんやった？ロックレバー解除して、で、これ取って。よし、あともうちょっと風船がないときは。アクア座ってほしいな。もう飾りとかつけていいんだよね。ワルト。え？いくよ。はい。はい、もう終わりました。もうやって。これ合体させて、これちょっとだけ引っ張って。違っていい？いいよ。入らん。あ、力入ってた。おお、あ、なにこれ。うわっ。お姉ちゃん、今から合体パーツ貸すね。ちょうだい。お。ちょっとこれで、ね、キモい人作ろう。できました。じゃあまずアヤの一作品目、モクロみたいな鳥。それさ、横についてる紫のやつさ、水かきのような気がするんやけど、モクロってさ、鳥じゃなかったっけ？鳥よまあいいや。はい、どうぞ。次、口がない猫。あ、猫じゃなかった、ウサギ。なるほど。はい、はい、次はハヤのお願いします。
これは顔なし足男です。男なの？しかも頭のてっぺんからなんか生えてる、はい、頭の上にカニさんのハサミみたいなやつ乗ってますね。最後一個やね。味三本男です。は？味三本男？味三本男です。足三本男、こことこことここです。それって手じゃないのかってカノが言っとりますが、うん、足です。足なの？はい、なる。取れた頭。次パパの作品になります。カノだそうです。違う。ほら首揺れとるやろ、首揺れとるやろ。ほらハイハイしてますよ。手が一応ついてる。カノが私じゃないと大抗議しております。自由に作れるのでみんなもやってみてね。やってみてね。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくね。よろしくね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。ラボー。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。